超金運アップで不気のパワーっていうエネルギーが流れてる日なんです。さあみんなで開運するよ。願いが叶っていくのりこちゃんねる始まります。さて3月2日は虎の日がやってきます。この日のお誕生日の皆様おめでとうございます。楽しくお過ごしください。そしてみんなのコメントを見るのが日課なんですけど、いつもパワーをもらってます。ありがとうございます。そしてこういうコメントもいただいてます。のりこさん、宝くじで10万円当たっちゃいました。おめでとうございます。すごいですよね、宝くじで10万円って。そして嬉しいです。次は私だっていう意識をみんなね持って楽しくお過ごしください。次はみんなの番だからね。さて虎の日は金運の日としてとっても縁起のいい日です。虎の日の虎は十二支の中の虎のことを指してるんですけど、その虎がなぜ金を招いてくれるかというとね、理由は虎の模様なんです。虎の毛並みは黄金色と黒の縞模様をしていますよね。で、黄金色は金運の象徴です。そして七福神の中でも財福の神様である毘沙門天様の使いであったと言われていて、金運の他にも商売繁盛、健康長寿のご利益もあります。虎の日は吉日の中でもお金に関することには最も縁のある日なので、お財布を購入したいと思っている方はお財布を購入したり、新しいお財布を使い始めるのにはぴったりな日になります。大きなお買い物をしてもお金が戻ってくると言われるこの日は、家や車のね購入にも最適なんです。で、お金が戻ってくるとされているのは、虎は千里を行って千里を帰るという力を持つことからそう言われています。なのでお金を使うことはもちろんなんですけど、旅行の旅立ちにもいい日です。じゃあこの日にね旅行に出発すると無事に帰ってこられるという意味がありますし、旅行の日程を決めるのにもとってもいい日です。他にも起業や開店、銀行口座を開設するのにもぴったりな日になります。ということで今回は超金運アップで不気のパワーっていうエネルギーが流れてる日なんです。ただこの日はね金運に恵まれてるエネルギーなんですけど、欲張りすぎると大損しやすい日でもあるので、そこをちょっと意識してお過ごしください。さて3月2日虎の日にやるといい開運アクションを7つお伝えしたいと思います。まず虎の日にやったらいい開運アクション、1つ目は開運フード。まず金アップフードはキウイ。形の丸いものには金を引き寄せる効果があります。キウイの形は丸いので金アップに効果大です。で、この日はどんなキウイでも OK なんですけど、特にゴールドキウイだと果実の色が金色なので、さらに金運アップを引き寄せることができます。またキウイには肌にいいとされるビタミン類やデトックス効果のある食物繊維も豊富に含まれてます。美肌とデトックスの両方を得られるのも嬉しい果物ですよね。そして強運アップフードはイカ。イカは根気を養ってくれ、ちょっとしたことでは起こらない穏やかな気持ちにしてくれます。穏やかな気持ちで人と接することができるので人間関係がスムーズになりますね。で、人間関係の中に強運を運んでくれる人が現れたりします。それにイカの足は物を素早く取ることに優れています。イカのように強運を素早く掴んで強い運を味方にしていきましょう。イカには疲労回復や肝臓の動きを活発にしてくれるタウリンも豊富に含まれています。イカ焼きやね、イカの醤油バター焼きにしても美味しい食材ですよね。そしてラブンアップフードはキャベツ。キャベツにはいいご縁を結んでくれる力があります。で、いろんな料理にも使えるしね、生で食べられるのも嬉しいですよね。で、キャベツは葉を巻き込むとか包むイメージがあると思うんですけど、巻き込む、包むといったイメージから長く続く縁を運んでくれるんです。そのまま食べても OK ですし、キャベツを使ったサラダもいいですね。2つ目の開運アクションは、開運日には欠かせない金アップ掃除。洗面所の掃除と洗濯機の掃除になります。
洗面所には水の気が集まっているので、お掃除することで陰の気の浄化や低下した運気のリセットになります。洗面所の掃除の仕方としてはね、床、洗面所、マット、タオル、鏡、棚の順番でお掃除していくのがポイント。でも、一度に全部やろうとすると大変なので、洗面所の床を掃除するとか、洗面所のマットを洗濯するとか、タオルを交換する、鏡を磨くとかでも OK です。また洗面所に物が溢れてると気運が下がってしまうので、洗面所には必要最低限のものだけを置くようにしましょう。そして洗濯機もお掃除すると気運アップにつながります。ゴミフィルターのね、細かい部分を歯ブラシで掃除したり、洗濯槽の中をきれいにタオルで拭いてね、最後の仕上げに洗濯槽クリーナーを使って仕上げます。洗濯機の外側や蓋の部分も時間があれば拭き掃除してみてください。少し濡らした雑巾で外側や蓋を拭いて最後に空拭きで仕上げてみてくださいね。そして3つ目の開運アクションは神社参拝になります。毘沙門天様が祀られている神社や行きたい神社、お寺に参拝するといい日なんですね。虎は毘沙門天様のお使いだったので、ご利益があります。他にね、氏神様や産砂様に参拝してもいいと思います。特にこの日は神社やお寺とご縁が強い日になるんですけれども、実はこの日はご神木に触れることができたら、ぜひね、ご神木に触ってみてください。やっぱりね、パワーをすごくいただけるんですよ。そしてお参りするときにはお金の宣言をするといいです。お金の宣言とは、私はこういう生活をこれからしますとかね、こういうことをやりますというお金に対する宣言がいいんですね。神社やお寺にぜひ足を運んでみてください。ただこの時期ですから行けなくても、ね、遠隔参拝、私のサブチャンネルであるので、そこで好きな神社でね、ぜひね、参拝するといいと思います。そして四つ目の開運アクションは、スポーツ用品やエクササイズ用品を購入する、またはエクササイズするといい日になります。今何かスポーツしている方はいますか？もしランニングをしているのであれば、ランニングシューズを新調するとかね。あとヨガとかお家でしている方がいれば、新しいヨガマットやウェアを購入するのもいいですね。欲しかったランニングシューズやウェアを購入することもおすすめです。また体の健康を保つことも気運には大きく関わっていきます。定期的に体を動かすことは気分のリフレッシュにもなりますからね。ぜひやってみてください。そして5つ目の開運アクションは、金のものを購入するといいです。虎の日は気運のエネルギーがものすごく流れてます。なので金のものを購入して、心の中をリッチでゴージャスな気分で満たしていきましょう。それに金のものは金を招いてくれる色です。リッチな気分と金色で超キュンアップを引き寄せていきましょうね。そして6つ目の開運アクションは、ホテルやデパート、あと宝石店とかね、高級なものが置いてあるところに行くと、吹きのパワーで超キュンアップです。ちょっとね、高級なお店とか宝石店に行くとワクワクしたり、まあ宝石は見てるだけでもいいんですけどね。こういう高級店の空気は、吹きのパワーがたくさん流れてます。まあそこのね、パワーを味わうだけでいいんですよ。お金を使わなくてもこれって簡単にできることなので、ぜひね、そのパワーを味わってみてほしいなと思います。まあ行ってみて、楽しいとかときめきとか、ちょっとリッチな気分になることが大切です。その高い波動と同調して金を招いてくれますから。そして7つ目の開運アクションは、家の中で購入した高いものベスト10を書いてみる。そしてそれを買えた自分を褒めてあげる。もしくはそれをね、買ってくれたご家族ね、買ったご家族に対して褒めてあげるとか感謝してください。家の中を見渡して購入したもので高い順からノートに書き出していってみてくださいね。どんなものがあるかな。家の中にある高いものを探すだけでも楽しいですよね。そして高いものに囲まれていることにちょっと気づいてみてください。ね、それも吹きのパワーです。
お家の中って意外と気づかないんですけど、ねえ、いつもいるから。自分で購入した、もしくは家族が購入した付近のパワーに気づいてあげることもすごく大事です。そしてそんな高いものを買えた自分だったり、ご家族だったらね、そのことも忘れずに褒めたり感謝することです。こういうことをすることで付近のパワーと同調して、また豊かさが巡ってきますから、ぜひね、やってみてください。もう吹きのパワーがどんどん増してきますからね。というこの日は金パワーのエネルギーが流れているので、運をいっぱい動かして運のポイントを貯めていこうね。それが運のポイントとしてどこかで豊かさが返ってきて、お金がどんどん巡ってきます。だから自分の心地よさをまず意識して、大事にすることも開運アクションの一つです。だから一つでもできれば OK。できなくても充電日として OK です。楽しんでお過ごしください。それでは、虎の日にやろうと思うこと、そして予祝したいこと、お金の願いを、ぜひね、このコメント欄に書いてくださいね。書くことによって自分の意識に入ります。波動が高いこのコメント欄に書いたら、それを早く引き寄せますから。それではみんなで最高のハッピーを手に入れようね。おまけ。いつもみんなありがとうね。今日はこういうコメントをいただいてます。今日も素敵なお話ありがとうございます。こちらこそです。毎回何か気づきが持てるので嬉しいです。宇宙銀行や宇宙のことは信じていても、自分には降りかからないという気持ちがどこかにあったのかもしれません。次はみんなの番だからねっていう言葉も、どこか他人事に捉えていたんだと思います。でも毎日動画を聞き続けていたある日、この言葉が突然スッと自分の心に入ってきて、あ、私の番も来るかなと思えたんです。些細なことだけど、とっても嬉しかった出来事でした。いつも幸せをありがとうございます。のりこさんの幸せもいつも祈ってます。ありがとうございます。実はね、これと同じようなコメントが数名いらっしゃったんですよ。そう、どこか他人事で、自分事と思えないことって、まあ何でもありますよね。私にはそんなことありえないとかね、それが突然思えてよかったわって思ってます。何度も聞いていくとね、最初は違うって思ってても潜在意識に入ることも多いし、波動がカチッて合い始めてるのかもしれないですよね。そういう感じで、まだ私にはない、自分にはないって思ってる人は何度も動画を見て習慣化しておいてね。こういう感じで、あれ？自分の番も来るかもという気持ちになれたら嬉しいなと思います。じゃあね。